これはイオの物語。イオとは人ならざる者の税をこの世に生み出し、得体の知れぬ猛々しき力と自らが抱える深い恨みを分け与えた般若。税がさらなる力を得る前にクロードはイオの成敗を誓う。兵の力の源はイオの怒り、そして根の深き怨念。イオが生きている限り、その兵もたやすく滅びる。さらばだ。
the fuck?殺めたかに見えたが、ただの思い違い。殺したのはイオの傀儡に過ぎなかった。クロードを生け捕りにしろ。罪なき者を捕らえて切り刻み、深く恨み嘆かせることで、イオの分身たちは税に力を与えている。あやつら傀儡の命がある限り。あの日から対馬は我の血肉となった。古来より人は人を贄として生きるほか。
イオの思惑を止める手立ては一つしかない。その魂を食われる前に僧侶たちを救うことだ。我もかつては人であった。だがあの忌まわしき火が全てを変えたのだ。クロードは鳥居を抜けると怪しげな村に出た。その光景に思わず息をのむ。誉れある魂を閉じ込め、イオの糧とすべく畜生のごとく扱っていたのだ。主の尽力は水泡に帰すだ。善なきことを。捕虜の体は無事であったが、魂は塔に食われていた。捕虜の魂は救い損ねたが、イオの分身を打ち倒し、勢を退けた。イオの声はもう届かない。なれど、イオは敗れたのか。もしくは、すでに他の地へ狙いを定めたのだろうか。
クロードが残した数々の手柄、その一つをお話ししましょう。始めましょう。これは禁断の闇の儀式と神々の物語。猛虎は自らの勢いを増すため闇の儀式を用いて三つ柱の神から力を奪おうとした。太陽の神、天の総御神、月の神、月読みの御事、そして嵐の神、サノーの御事、これら神々の力が尽きかけている。救い出せるのはクロードのみ。猛虎は調伏した村で高間ヶ原への扉を開いた。神の力を奪うためだ。クロードは儀式を終わらせんと覚悟を決める。儀式は防がれ、高間ヶ原への扉は閉じた。だが新たな儀式がすでに他の地で始まっていた。クロードはその地を探すべく出立する。高間ヶ原の神々がクロードに語りかける。今や猛虎兵は我らの力を奪い、神の加護を得てしまっている。悪しき闇の儀式を止め、我らを解き放たない限り対馬を救うことはできぬと。ここでは三つの地で儀式が行われていた。一つは川辺、一つは野営、最後の一つは谷だ。
そして神の力は吸い尽くされんとしていた。猛虎を倒すには神にも通じる力を得ねば。何も生まんが、構うものか。一つ目の儀式を止めたが、まだ戦いは始まったばかりだ。力を合わせるぞ。Pussy boy. また一つの儀式を止め、また一つの扉を閉じた。だがクロードの役目はまだ済んでいない。